それ寝癖なの？寝癖っす。別にモザイクかけてもらってもいい。2日前に髪を切ってきたのに、昨日誰からも髪切ったでって言われなかったタロカです。いや、あんま分かんないね。冬に向けて髪の毛伸ばしてます。はーい。特に髪の毛、はい、何もしません。髪近です。あ、ということで、まあ面白いるんですけど、今回はカンガルーの朝食編。まあ、勝ったが、とりあえずカンガルーの可愛さを皆さんに伝えたいっていう。おー、ビシバシビシャビシャ伝わるんで。まあ、で、朝ごはんで撮っていきたいと思います。うん、長崎バイオパーク。これ何、これ毒フードじゃん。違う、違いますよ。カンガルーペレットです。カンガルーペレットっていうのがあるの？あります、あります。セレンとかビタミン E とかが入ってるんで、あげるように買いました。確かにこれだったら噛みやすいよね。と、これが、ソラちゃん、カンガルー病の、このための切り餌ですかね。いつもだと食べづらいので、細かく刻んであげてます。野菜は、今は芋と人参。人参は、ビタミン A 不足によって、切れ端が起こらないように、あげるようにしてます。で、芋は、単純に、この子たちが一番好きなので、薬とかあげるときに、芋に挟んで入ってあげたりとかするので、味覚えておいてほしいなって思って、残してます。これは S ドライ。セレンとビタミン E 取ってもらうためにまぶしてます。で、あとはチモシー1日10キロ寝てます。じゃあ設置していきましょう。はい。じゃあ今からカンガルー出します。案外ゆっくりだね。もっとわーってくるのかと思った。案外ゆっくりだ。ラッカちゃんだ、ラッカちゃん。あ、ラッカちゃん。あ、そらちゃん、そらちゃん。そらちゃん、後でもらえるよ、まだ。で、次っこにあげます。かわいいですよ。レケレちゃんです。レケレ？レケレちゃん。レケレと？あ、乗ってる。ミッキー、こいつが一番可愛いです。で、こいつがアタリ。アタリ？アタリ。はい、はい、上手。手で持って食べる。上手。誰だっけ？この子が手で持って食べるの、お前。人参あるよ。人参。人参。誰だっけ？食べない。人参じゃないのか。芋、芋。はい、おいしい。おいしい。おいしい。あ、誰か来た。これが特別食の子ね。じゃあ、向こうでしょ。はい。はい、じゃあ、もっと知ってもらいたいのコーナー。多分冒頭の方でも結構言ってたんですが、今日はカンガルー病についてちょっとお話を。傷口とか虫歯とかから菌が入って、そこから骨が化膿しちゃう病気になります。それが原因でご飯が食べれないだったりとか、そういうことになって死んじゃうとかあったりします。骨までも変形しちゃう。トラちゃん見てもらったら分かるんですけど、うん、ここうん、そう、一番分かりやすいです。カンガルー系は口の中が傷つきやすいと、餌には慎重にならないスライスしたりとか、ちゃんと乾燥もほぐしてあげて、まあ、それに繋がるかな、あの野菜の切り方っていうのは。そうです、薄めのスライスって感じ、うん、そういう餌の切り方っていうのもやっぱ飼育員の意図があるっていう感じ。動物園に行ってみたら、そういう野菜どんなんだろうっていう見方も面白いかも、ね、動物園って全然違う。違うからね。カンガルー病は早期だったら、早期治療すれば治ることがありますね。だから常にやっぱ飼育員はこんだけ頭数いても、この子ってこんだけ食うよなとか、なんか食い方おかしくないか、そうですね、
よだれが出てないかとかね、常日頃動物を観察しておかないと気づけないっていう感じですね。大識別もできてないと。まあ、個体識別動画も後々だったので楽しみに。野菜よりもカンガループレートの食ってるの。ルクルですね、ルクルチキ。そうそう、人間かな、保育園に、うん、お前もあー、カツが来た一番でっかいのが来た。うわうわうわ人参よりやっぱ芋なのかな。芋芋好き？ルッコラくん、ルッコラくん草を食べてます。カツ来た、カツ。美味しいね、美味しい美味しい。はい、じゃあ、まあカンガルーってこういう朝ごはんを食べていますという、まあ、動画でした。他の動物たちと結構違う、その餌の形だったり内容だったりがちょっといろいろと特殊っぽい、まあ面白かったんじゃないですかね。他の動物でもなんか、なんであの切り方なんだろうとか、なんであの食べ物あげてるんだろうみたいな気にしてもらったら、また動物へのあー違う楽しみが。じゃあ結論、結論、かわいいカンガルーはやっぱりあいつが特に心配数おかしいですよね。あ、そうなんだ。で、結構年中ね、子供生まれるから見てください。優しく順路がこの上スーって通るんですけど、で、カンガルーのところだけスーって入ってくるんですけど、入らずにもう行っちゃう方がいるんで、必ず寄るようにしてください。そうですね、うん、かわいい。一人で食ってんじゃん。そう、こいつ直す。直って。このまま餌をどんどん食べて大きくなってねと思った方はぜひグッドボタン。なんかカンガルーのこと聞きたいなと思った方はコメントで。カッタ君にね。カッタに聞いて。カッタ君が答えます。任せてください。カバまだ一つも答えてないです。大丈夫ですか？ちょっとあの、答えれるときに答えてもらいたいなっていう。じゃあ、あとチャンネル登録も必ずしてお待ちください。じゃあ終わりまーす。バイバイ。子供の方に混ざっちゃったってこと？もうパニック。めっちゃ伸びるんですか？それなんですか？めっちゃ伸びないね。1メーターぐらい。あ、でも十分ですね。ももちゃんのケツのとこにフェって。こういう感じで撮りたいんで。どういう趣味する？今もう大丈夫か？草とかじゃないんじゃないですかね。食べた？食べます？なんかでも匂い、いい匂いするよね。ああ、まあ確かに美味しそうな匂いです。年よりかはします。やっぱあれじゃない？なんて言ってあれ？麦のそのやっぱトウモロコシとか。ふすまとかさ。食べていいですか？うん。ふすまトウモロコシだと思うよ。いや、普通に食える。
美味しい。シリアル的な感じじゃない？違う？シリアルと材料一緒だと思うんだよね。うん、グラノーラで食ってるもん。うんうん、そうだね。カンガルーと一緒に食べてもらって、そこにブラグって、こうして、でいいですけど、プッチの子供。プッチの子供はモカ。モカ？も前の子供がモニだから。うん。モカにしました。モカ昔いたな、カンガルー。え、マジっすか？うわ、ダメだ。解明解明。お前解明だぞ。チキはいないですか？チキはいない。お前はいいよ、そのままでじゃ。めっちゃ可愛いやん。前はいいよ。前はいいよ。食いたくて見てる。いいよ、だい。食いたいけど、いるから行けみたい。回り込んでる。来い。誰？食いたいね、お前。顔出した。おお。この子ちっちゃいね。まだ。まだなんだ。へえー。プッチですね、お母さん。へえー。ちっちゃ。